介護大学。こういうふうに手首が固まってる人っているじゃないですか。ええ、はい。こういう人ってどういうふうにスプーンを持ったらいいんですかね。そうですね、通常の形ですと非常に材質が硬くて、まず曲げられないというのが一つあります。それから手首の固まった方は手首を返すことができませんので、常に自分の口元に持ってくるのが非常に大変だということで苦労されていると思います。それでこちらのですね、チタン製のスプーンなんですけども、実際にこちら曲げやすい材質でできておりまして、あと軽さは非常に軽くできています。こちらで一度曲げてみてですね、使ってみていただけますでしょうか。はいはい。